高校を卒業するまで住んでいた町に幽霊屋敷があった。少し町外れの大きな土地に広い庭と白い二階建ての家。二年ほど前にそれを建てて住んだのは四人家族だった。父親は大学教授。母親は優しそうな人だった記憶がある。そして俺とそんなに年の変わらない姉妹。住み始めて一ヶ月くらいで父親が首を吊った。 姉と母親は首を絞められ殺されていた。無理心中。妹は姉を絞め殺す父親を見て逃げ隠れて父親の手から生き延びた。一人残された妹は遠くの親戚に引き取られていった。住人を失ったその家は今も取り壊されることなく異様な佇まいを見せている。これが俺の知る幽霊屋敷だった。高校一年の夏休み。 俺と同級生の唐沢、竹井の三人は幽霊屋敷探検を計画した。家の中の写真を撮って、休み明けに同級生たちに自慢する計画だ。夜も更けた頃、懐中電灯やカメラ、そして入り込むための道具をリュックに詰め、家を抜け出して、集合場所の公園に自転車で集まった。集合場所から、幽霊屋敷には20分ほどで着いた。 街外れにポツンと立つ白い家。庭が広いせいなのか、夜に白い色が映えるせいなのか、それは街から孤立しているみたいに思えた。自転車を少し離れた場所に止め、誰にも見られないように、慎重に家の周りを探索した。ドアは鍵がかかっていて、さらに南京城で固定されており、一階のすべての窓には隙間なく板が打ち付けられていた。 二階の窓には板がなかったが、内側から新聞紙が貼り付けられていて、中の様子は覗けない。俺たちは、一目につかない裏手に回り、勝手口近くの小窓を塞ぐ板を外すことにした。小窓は、少し高い位置にあったので、裏手に転がっていた大きな木箱をいくつか積んで、足場を作って釘を抜き始めた。思っていたよりも、簡単に板を取り外すことができた。 窓から中を覗くが、真っ暗で何も見えない。懐中電灯をつけ、窓越しに中を照らす。丸い光に照らされて、食器棚やテーブルがぼんやりと見えた。どうやら家財道具は残しっぱなしのようだった。鍵を開けるため、唐沢が窓をドライバーの絵で叩いた。バリンとガラスは音を立て割れ、そこにできた隙間から、唐沢が手を入れて窓を開ける。窓は狭く。 一人やっとくぐり抜けることができるくらいの大きさだ。飛び散ったガラスに気をつけながら、からさは、次に、竹井が、窓に頭から潜る。俺が、最後に、懐中電灯片手かたてに持ちながら、窓を潜り抜けた。そこはキッチンの上だった。窓から降り立つと、ベコンとアルミがたゆむ音がした。先に入った二人は、思い思いに台所を照らしながら、ヘいとかふうなどの。 納得とも簡単ともつかない声を出していた。俺はキッチンの上にしゃがみながら懐中電灯をつけて周りを見渡した。台所の中はきれいだった。もちろん床やテーブル等のすべてがうっすらとほこりで白く化粧されている。しかしすべては整理整頓された状態で掃除をすればすぐに住めるんじゃないかと思えるほどだった。食器棚の中にある食器は そのまま使えるくらいピカピカだとりあえずシンクの前に唐沢と武井を呼んで写真を撮った「唐沢それ大丈夫かよ」武井が唐沢の手を見ていった「唐沢の手から血が垂れている」「入るときガラスで切っちゃったみたいでさ痛くはないから大丈夫だよ」「唐沢はそう言うとスタスタと歩き出した俺と武井も後に続く」 台所を抜けリビングに入った広めのリビングは台所と同じように白く埃が積もっている以外はいたって普通だったリビングには動きの止まった大きな置き時計があった事件の日に動きを止めたわけではないのだろうがこの時計がこの家を象徴しているように思え少し悲しくなった俺たちの間に少し拍子抜しけをしたような緩んだ空気が漂っていた。 リビングを一通り探索した後、廊下へのドアを開けた。廊下はもちろん真っ暗。俺たちは、全員、懐中電灯の光を廊下の先に向けた。手前側の左右にドア。左に一つ。右に二つ。その奥に二階へ続く階段が右側にあり、一番奥に玄関が見えた。どうする他計の声は少し緊張しているようだった。 もう少しだけ行ってみようか。唐沢の提案で、俺たちは、廊下へ一歩踏み出した。廊下に入ると、明らかに、リビングとは、雰囲気が違っていた。空気が重い。全員口数が少なくなった。何か、空気の匂いまで違うような感じがする。俺は、廊下で、玄関に向けて、写真を一枚撮った。フラッシュで、全体が一瞬浮かび上がる。 左のドアに何か見えた気がして懐中電灯を向けた。お札だ。数枚のお札が左のドアに貼られていた。全員言葉を失った。みんな同じ想像をしていたと思う。とりあえず、右のドアから開けてみるか。唐沢の言葉に、俺と武井は同意した。お札のない右側のドアを開けると、脱衣所と風呂場があった。風呂場に向けて、俺はシャッターを切る。 特にめぼしいものはない。続けてもう一つの右のドアを開けた。こちらはトイレでやはり目につくものは何もなかった。ここ行ってみるか唐沢が緊んした声でお札の貼ってある左のドアを指差さしながら言った。ちょっと逃げ腰になりながら竹井がドアを開けた。こは書斎だった。派手な机があり壁には奇妙な仮面や装飾品がかけられ大きな書棚には。 難しそうな本どこの国のものかわからない置物が並んでいた。俺たちはしばし恐怖を忘れて、それらの遺品に目を奪われていた。何か包みがあったよ。武井が書棚で何かを見つけたようだった。それは手のひらくらいの大きさで、油脂で何重にも包まれている。サメのシールが貼られており、手書きでアフンチャロエクとカタカナで書かれていた。 竹井が丁寧に油紙の包みを開いた。中には土器のような材質の皿とも装飾品ともつかない奇妙な平べったいものが入っていた真ん中が少しくぼんでいてそれを取り囲むように不思議な絵柄の装飾がされている唐沢と武井でそれを戦利品のように持たせ記念写真を撮ったお前血をつけるなよ唐沢の手の血が戦利品についたのを見て 武井が言った時だった。義士、義士、義士。突然、家鳴りのような音が部屋に響いた。俺たちは緊張して周りをキョロキョロと見回した。家鳴りは10秒ほど続いた。家鳴りが収まると静寂が訪れた。唐沢が口を開いた。地震、かな。勝手に触ったから怒ったんじゃないか。武井が。 冗談なのか本気なのかわからないことを言った。武井が、戦利品をきちんと包み直した。全員、この書斎が怖くなったんだと思う。戦利品を、元の場所に戻すと、3人とも何も言わずに書斎から出た。出るときに、俺は、無人の書斎に向け、シャッターを切った。残すは2階だけとなった。書斎を出て、玄関の方へと歩く。廊下は、 変わらず重い空気だったが、書斎を出たせいなのか、三人とも少し気持ちに余裕ができたみたいだった。階段を上る前に、玄関に二人を並ばせて、写真を撮ることにした。ファインダー越しに二人を見る。武井と唐沢は、おどけた顔をしている。俺は、シャッターを切って、二人に良い写真が撮れたと告げた。二人は、俺の話を聞いていなかった。 二人の目線が俺の後ろにあることに気づき、俺は振り返った。書斎のドアがゆっくりと開き始めていた。3人の目は書斎のドアに釘付けになった。俺は後ずさりしながら、玄関のドアまで下る。全員の懐中電灯を向けられる中、ドアは後ろを隠すように、俺たちの正面を向いて止まった。俺は後ろ手に玄関のドアノブを回そうとしたが、 向こう側から固定されているためか、全く動かなかった。俺の様子に気づいた2人が横目に俺を見た。俺は震える小声で、玄関が開かないことを2人告げた。日目をドアに戻したとき、武井がおえつにも似た短い悲鳴を上げた。俺と唐沢は、竹井の照らしている先を見た。ドアの端に白い指。ドアを掴むような指先が照らし出されていた。 俺たちは動けなかった。金縛りではなく、恐怖ですくみ動けなかった。足がガクガクと震えて力が入らない。全員悲鳴も出せずに、ドアを掴む手を凝視していた。ドアに変化が現れた。手の上に、少しずつ黒い塊がせり出し始めた。震えながら、ただそれを見つめる俺たち。黒い塊は頭だった。直角にドアからせり出す頭。 黒く短い髪の毛に続いてドアの影から縦に並ぶ目が現れた目は人間とは思えないほど大きく見開かれていたうわ目が見えた瞬間、唐沢が悲鳴を上げて階段を駆け上り出したその悲鳴を合図に俺と竹井も自爆が解けたかのように体が動き出し俺たち三人はそれぞれ悲鳴を上げながら階段を駆け上がった 四方八方に入れる懐中電灯の光を追って、俺は階段を駆け上がった。俺の懐中電灯で、断続的に前を走る二人が手出し出される。二人を見失わないように必死で追った。唐沢が突き当たりのドアを開け、俺たちは部屋に飛び込み、急いでドアを閉めた。事態がうまく飲み込めなくて、誰も言葉を発することができなかった。後ろ手にドアを押さえながら、 俺は部屋を見渡した。窓に内側から新聞紙が貼られてるので室内は暗かったが目が暗闇に慣れていたのか懐中電灯で照らさなくてもぼんやりと全体の様子が見て取れた奥の窓際に机があり上に小物が散乱している右には押し入れ左にはベッドがあった部屋全体の雰囲気が今の状況には似つかわしくないファンシーな感じの部屋だった 俺たちは息を潜めてドアの外の様子をうかがった。階段や廊下のきしみは聞こえてこない。押しつぶされそうな静寂だ。何分経ったのかわからないが、少し落ち着いてきた頃だった。多い遠くから男の声が聞こえ、俺は一瞬身を固くした。一階から呼びかけたような声の動作だ。誰か助けに来たのかも。絞り出すような声で竹井が言った。 唐沢は否定も同意もせず、ただ視線を武井に移した。確かに、俺たちの騒ぎが外に聞こえて、誰か来た可能性はある。でも、今まで家の中に入ってくるような物音はしていない。俺はそんなことを考えていた。大いまた、同じ声が呼ぶのが聞こえた。二回目の声を聞いて、たまらずに武井が大声で叫んだ。ここにいます。 助けてください。俺と唐沢は叫ばなかった。多分唐沢も、開花からの声の正体に自信がなかったのだろう。おい。ここで助けてください。おい。竹井がひとしきり叫んだ後、俺たちはドアに耳を寄せて反応を伺った。ドアのすぐ裏側から低い声がした。ここにいるのかいきなり聞こえた低い声に。 3人とも腰が抜けそうになりながら慌ててドアから遠ざかった全員の視線がドアに集まるいくら待ってもドアに変化はなかったそれが逆に怖かった唐沢と武井は俺以上に恐怖に押しつぶされていた場所がバレた逃げなきゃ逃げなきゃ逃げなきゃ場所がバレた唐沢は恐怖のためか同じ言葉を繰り返しつぶやいている 助かると思って叫んだ武井は体育座りでうつむいたまま小刻みに震えている。俺は、努めて冷静な口調で窓から逃げ出そうと二人に提案した。唐沢がそれに答えた。そうだな。二階ならなんとか降りられるかもしれない。うん、そうだ、でも、うんだから。唐沢が途中から自問自答し始めたので、俺は肩をつかみ揺さぶった。 唐沢の頭がぐらぐらと揺れる。目の焦点が少しおかしくなっていて、俺が見えていないみたいだった。俺は武井に助けを求めて声をかけた。しかし武井はずっと座ってうつむいたまま震えている。仕方なく二人を放置して、俺は窓の新聞紙を一人でへがし始めた。ガラスがあらわになって、街灯の灯りが遠くに見えたとき、俺は。 安堵感で泣きそうになった窓の新聞紙をへがし終わったとき、窓に人影のようなものが映った気がして振り返った。いつの間にか、唐沢と武井が、俺に背を向け並んで立っていた。俺が大丈夫かと問いかけても振り向きもしない。背を向けたまま、唐沢が、抑揚のない口調でしゃべり始めた。窓からそのまま降りるのは危ない。そうだね、武井が、やはり、 欲揚のない口調で答える。隣の部屋にロープがあったから持ってくるよ、そうだね、そう言い終えると、二人はスタスタと歩き出した。唖然とする俺を尻目に、こちらを一別もせず、二人はドアを普通に開けて部屋から出て行ってしまった。俺は、二人のことが怖くなり、一人で窓から逃げ出そうか悩んだ。あいつらは、絶対俺の知ってる二人じゃない。でも、友達を見捨てて、 逃げるなんてミシミシと廊下を歩く音に続いて、ドアを開閉する音が聞こえた。静まり返った家の中、壁越しにざわめきのような音が聞こえる。二人が何かを喋っているようだったが、内容まではわからなかった。内容を聞こうと、俺が壁に聞き耳を立てていると、突然、ゲラゲラ、ゲラゲラ、ゲラゲラ、二人の笑い声が聞こえた。それは、すごく気持ち悪い笑い方で。 俺は、二人がそんな笑い方をするのを初めて聞いた。笑い声を聞いた俺は、一人で逃げ出す決心をした。窓の鍵を開けようとしたが、鍵が錆びているのか、指先が震えているせいなのか、うまくできない。そのうち、隣の部屋からドアの開閉する音。慌てて、ガラスに拳を振り下ろすが、ガラスは割れない。ギシギシと廊下を歩く音が近づく。俺は、 部屋を見渡し、とっさにベッドの下に潜り込んだ。気配を消そうと息を殺す。ドアが開く音がして、二人が入ってきた。俺は、ベッドの下から、二人の靴の動きを見ていた。帰ってきた彼らは、俺がいないことを確かめているのか、しばらく立ち止まっていた。二人の靴の横に、ロープらしきものの端が見える。二人が、本当にロープを調達してきてくれたことで。 俺は少ししだけほっとした。ベッドの下から出ようかとも思ったが、さっきの態度と笑い声が気になり、もう少しだけ様子を見ることにした。二人の靴は少し立ち止まり、何も言わずに窓に向かって歩き出した。壁際で二人が立ち止まるとかちゃ、俺が難儀した窓の鍵がすんなり開く音がした。続けて聞こえる窓がレールを滑る音。唐沢の声が聞こえた。 ここに縛り付けよう、そうだね、相変わらず、二人の声には抑揚がなかった。二人の靴は、そろって机の方を向き、しばらくごそごそと作業している気配がした。しばらくすると作業をし終えたのか、二人の靴は、再び窓に向いた。そして、窓枠に登ったのだろうか、俺の視界から、二人の靴が消えた。唐沢の声が聞こえた。じゃあ逃げよう。 ちゃんと首にかけて。そうだね武井が言い終わると同時に机が急に窓の方に引っ張られるように動き片方の机の足が少し浮いたダン、続けて大きな何かが壁に当たったような音が響くビタビタビタ,ンビタビタンビタンビタビタン柔らかいもので連続して叩くような音が激しく聞こえていたがだんだんと途絶えがちになりやがてそれも消えて ギギシギシときしむ音だけが残った。俺は二人の様子を想像して、ベッドの下で体を丸めて震えていた。どれくらい時間が経ったのだろうか。時折聞こえてくるきしみの中で、俺は震えて動けずにいた。時間の感覚が全くなくない。ベッドの下でコクコクと時間が過ぎる。ギギギずっと聞こえているきしみに混じって。 別のきしみが聞こえていることにふと俺は気づいたそれはドアをへてた廊下の奥から聞こえてきたゆっくりとしかし確実にこの部屋に近づいてくるドアの前で止まるきしみの音しばしの静寂があった俺は悲鳴が漏れないように震える手で自分の口を押さえたキーという軽い音とともにドアが開いたドアのあたりは 暗くてよく見えないが立って様子を見ているような気配があるじっと身動きをせずに俺はドア付近の暗がりをじっと見つめていた暗い視界に足が見えた男の裸足だ気配が動き出す足はゆっくりと歩き出した部屋をゆっくりと一周するように歩く足。暗闇のせいなのかその足は妙に青白く見える足がベッドのそばで止まった 口を押さえている俺の手に、思わず力が入る。いきなり、ここをのぞき込まれそうな気がして、叫び声を上げたくなるのを必死に答えた。足はしばらく立ち止まり、やがてドアに向かって、ゆっくりと動き出した。ドアが開き、暗闇の中に足が吸い込まれ、ゆっくりとドアは閉まった。廊下のきしみが聞こえ、だんだん遠ざかっていく。俺は、音を立てないように、ベッドから抜け出た。 ここにいたらいつかあれに見つかる。その恐怖が俺の体を動かした。ベッドから抜け出た俺の視界にロープが目に入った。机に結ばれている2本のロープは開いている窓の外にピンと伸びている。すごい重さで引っ張られて机は窓際で足が浮いて引っかかっているような状態だった。ロープはもう1本あった。同じように机に結ばれているがロープ自体は。 机の上に置かれていた。箸は頭くらいの大きさの輪に結ばれている。それを見て、俺は背筋に冷たいものを感じた。窓から逃げなきゃいけないのは分かっていたが、残されたロープを見ると、どうしても窓に近づく気にならない。窓に行くと、あの2人と同じ運命が待ち受けている気がした。そして、何よりも、あの2人に近づくのが怖かった。かといってドアを開けて、 彼が徘徊している廊下を通って、他の部屋に行くのも無理だった。どこかに逃げ場がないのかと、俺は必死に部屋の中を見渡した。しかし、窓以外に逃げ場はなかった。覚悟を決めた俺は、残されたロープを使って窓から降りることにした。できるだけ窓に近づかないように、二人のほうを見ないようにして、手を伸ばし、机上のロープをつかみ取る。輪になっている橋をほどこうと、 必死で爪を立てただんだんロープがほぐれて輪が外れそうになる。その時視線を感じて、俺はドアの方を振り返った。ドアに変化はない。胸をなでおろして、視線をロープに戻そうとした時目の端にそれが見えた。窓に、二つの半円の影。唐沢と武井が、窓から、目から上だけを出して並んで、じっとこちらを見ていた。 俺は弾かれたように後ずさりした。目を見開いて、二人は俺を凝視している。その目に、人間的なものはみじんも感じられなかった。背中がドアにぶつかった。ぶつかった音を合図に、ドアの向こう側の少し遠くから声がした。おいぎ、ぎ、ぎ、声と同時に、ゆっくりと歩くきしみが聞こえ始めた。俺は、もう逃げ場所がなくなったと思った。また ゆっくりと、しかし、確実にきしみは、この部屋に近づいてきた。行き場を失った俺は、ここから逃げたい一心で、思わず押し入れに入った。すぐに逃げ場がなくなったことに気づき、後悔したがもう遅かった。入った直後に、ドアが開く音がした。俺は息を潜めた。ギシギシと室内をゆっくりと歩き回るような気配。気配は、一通り部屋を歩き回る。 そして、ドアのあたりに戻ってくる。再びドアが開く音。俺は少しだけ安堵した。その時、俺の足元の板がギシッと軋んだ。俺は、気配を消そうと息を止めた。そこかに慌てて、俺は、手で、押入れの襖を押さえた。今度は、襖のすぐ向こうで声がした。そこに板の階途端に、ぐいぐいと襖を開こうとする力を感じた。 俺は、慌てて力いっぱい抑えた。襖を開けようとする力はどんどん強くなる。俺は渾身の力を込めて押しれの扉を押さえる。向こう側から開けようとしている力はもう抑えられないくらいすごい力になってきた。両側から力がかかって襖がぐらぐらして今にも外れそうになる。俺は涙をこぼしながらここにはいませんと何回も叫んだ。 どれだけの間、その綱引きが行われたのだろう。一瞬、俺の手が滑り、扉がすごい勢いで開けられた。途端に、俺に、たくさんの光が当てられて、目がくらんで、何も見えなくなった。誰かが、俺に何か言っているようだったが、よくわからなかった。とにかく、俺は、ここには、いません、ここにはいませんと叫んだ。通報で駆けつけた警察官に保護された俺は、 たたくさんの取り調べを受けることになった何があったなぜあそこに行った二人はなぜ死んだお前はその時何をしていた俺はあの家で起きたことを取り調べ室で事細かに説明した。最初は薬物を疑われたが検査結果は当然白だった。当然二人の死に関する関与も疑われたがロープのあった部屋やロープそのものから。 俺の痕跡が全く出てこなかったので、疑いを晴らすことができた。しかし、俺の目撃証言は、全くと言っていいほど無視された。あの家の中には、俺たち3人以外の足跡は見つからなかったらしい。年配の警察官が、俺の長書を書き終わり、それに、俺がサインをするときに、ボソッとつぶやいた。また押し入れで助かったか、結局2人は、 原因不明のヒステリーでの自殺ということになった。最後にもう少しだけ報告を。あの家で撮った写真を警察は結局返してくれなかった。ただ、取り調べの時、写真について質問をされた。質問は、書斎と玄関で写真を撮った時、他に誰かいたかという内容だった。俺が誰もいなかったと告げると、取り調べ官はけげんそうな顔をした。しかし そそれれ以上、そのことについては聞かれなかなった。あの戦利品については書いてあった言葉はとある民族の言葉で明快への道を意味することは案外すぐに分かった。でもそれ以上のことはどんなに調べても俺には分からなかった。今もあの家にあるのだろうか。あの事件後も夜中に窓を見ると目から上だけを出して俺を見つめる2人が見える。 それを言うと、親、友人、医者、みんなが俺に同情した。いつか、心の傷は癒える。もう安心して大丈夫だ。と、今夜も、二人は、目だけを出して、窓の外から、抑揚のない口調で俺に語りかける。ずっと待っているよ。そうだね、これが幻覚だと言い切る自信が俺にはない。もう一度あそこ行ってみれば、わかるのだろうか。 最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いします。